ではいちごの酵母の方を作っていきたいと思います。でこれ洗う洗わないなんですが、一応雑菌もついてるんですが、酵母も外に付着しているので一応そのままいきます。でヘタ周りにいるっていうのもあるんですが、やっぱりトマトでも何でもこのヘタのあたりから腐るので、私はヘタだけは取ります。なのでヘタを取って、あと青いとこが入るとちょっと青臭くなる気がするので、ヘタは私は取ります。まあ別に入れても構わないと思うんですが、じゃあどれくらいですかって言われると、発酵種の作り方の1時間半ぐらいなんかずっと喋ってるものがあるんですけれど、それを見ていただけるとすごく分かりやすいかもしれないんですが、表面についているので、表面積が多ければ多いほど、だからレーズンとかだとこの体積に対する表面積ってすごく多いですよね。だから普通の大きなレーズンよりもカランツレーズンみたいにちっちゃい方が表面積がいっぱいあるわけです。の方が菌がいっぱいついている可能性は高いです。なのでまあいちごなのでそんな感じなんですが、で切る切らないも今日ちょっとちっちゃな瓶で私作っていくので、大きく作りたい方は作ってください。いちごはあんまり酵母にすると子供が酵母にしちゃったのって言うんで、ちょっとケチケチな量で作るんですが、いっぱい多い量で作れば作るほど安定してきます。でこれなんですが、一応熱菌消毒が一番安全、確実なんですが、まあパストリゼめんどくさいので私はパストリゼでやってしまいます。なのでそれでまな板とかも一応殺菌しとくで、いちごは殺菌しない。で殺菌するんですかって言われるんですけれど、慣れてきたら別に何やっても起きるんですけれど、何やっても起きませんっていう方は、いちごには菌がついているから、いちごは消毒とかしない、できるだけそのままで買ってきてフレッシュなもの洗わない方がいいと思います。なんですが、まあ、手とかこういう機材とかは一応全部消毒を推奨してます。まあやってるかって言われると私はいつもあんまりやりません。なぜかっていうと、もうここら辺にうちの場合は酵母がいっぱいいる状態になってきます。なので大丈夫なので、何をやっても、でこれも切るんですか切らないんですかって言われるんですけど、ちょっといっぱい入れようと思うので切ります。あと切った方が最初にスタートの時の要はこう入った時に酵母がここにいる時に、要は汁が出てた方が糖度が上がりやすい。糖度が上がって餌がすぐあったら、わーいって酵母嬉しいので、まあ、気持ち切るだけです。でこれ潰すんですか潰さないんですかなんですけど、潰しちゃうと今度いちごだけ後でちょっと私取り出すんですけれど、取り出さなくてもいいです。取り出さないと結構酸っぱい種になります。なので私取り出しちゃうんですけど、取り出した時に取り出しにくいので、まあこういう感じでできるだけギュギュッと入れてきます。で今日少しちょっと分かりにくい、瓶が分かりにくいんですけれど、基本的に浮いてきます。こうやってね、出来上がり近くなると浮いてくるんです。で浮いてくると、この上の部分がカビに起こされるゾーンになるので、で、まあ、こうやって多分沈めてあげたりするんですけれど、まあ、こういうなんていうの、上のこう酵母バリアがないところ、こう上に出てるとこからカビてくるので、私はぐる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 しょっちゅうかき混ぜるんですけれど、まあ、かき混ぜると雑菌入っちゃうのっていうところもあるんですが、まあこれ、まあ、とりあえず雑談は、で基本的には3分の1が具、レーズンの場合は3分の1のところまで、3分の2のところまで水で、残りの3分の1を空気にしましょうみたいなのが一応セオリーで言われてるんですけれど、要は表面積がね、少ない、少ないものはいっぱい要は入れておかないとダメなので、まあもったいなくないぐらいに入れておく。だからいちごが超いちごってしたい人はいっぱいやっぱり入れて、ちょっと潰し気味にして入れた方がいちごっぽさは出るしっていうところで、味とである程度種っていうのは決めていいと思いますし、入れれば入れただけ起きやすいのは起きやすいと思います。要は菌がいっぱいいる可能性があるからです。まあ、雑菌ももちろんいるんですけれど、なのでこれをこれから培養してきます。でその時に
これ密閉するのしないのっていうところでいろいろあるんです。で密閉をすると開けた時にガスが溜まってくるとポンっていうので分かりやすいっていう人いるんですけれど、確かに分かりやすいんですけれど、ガラス瓶でやると結構危険なんですね。すごい量の内圧がかかってる場合があるんです。で特にこれから夏場なんかは暑いとこに置いちゃって中にすごい空気が溜まると、私もこのスクリューので瓶でやって開かなくなるくらいパンパンだから、綺麗で刺したらピューって出たみたいな話をしたら、それいつか死ぬよって言われたので、基本的には空気は密閉させると危ないと思った方が私はだから進めてません。で今浄水をかけた水、お湯です。で最初は測ってください。だいたい30度ぐらい、28度から30度ぐらいが起きやすいと思います。35度を超えると今度は雑菌も非常に、30度を超えるとやっぱり雑菌は起きやすくなるので、私28度ぐらいでこんな感じになったんですが、もうちょっといちご入れていいですか。ちょっとこれだと量が少ないので、これもうちょっと入れます。でどれくらいですかって言われたら、このいちごには菌がいっぱいいると思ったらそんな入れなくていいけど、ちょっと いないかなと思ったら多めに入れといてください。多めに入れて失敗することはまずないです。だけど多めに入れて失敗すると子供に怒られますのでちゃんと工房にしていきましょう。ということで、だからこうやって浮いちゃった部分って危険なんです。浮いちゃった部分危険だから、ちゃんとこう沈めてあげるっていうことが重要です。で酵母が増える3つの要素は温度と空気と酸素ですね。温度と酸素と、じゃあ温度だから酸素でしょ、だから餌です、糖ですね。まあ糖はこうやって切ったところから染み出てくるので、まあ潰すっていうのも、まず潰すと餌が早く出やすいです。でいうことで、これをじゃあどうするんですか。ラップピーってやっても絶対にガスがポンってなれば絶対フーって開くので、で一応雑菌が入らないように二重にラップして、まあ瓶のようなものでこんな感じにして、私は普通はこっちもそうなんですけど、窓辺にドガンって置いて適当に発酵させていって、これもう4日目ぐらいからもうこれ ほぼできてますね。これ4日目ぐらいでもうシュワ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 、もうレーズン早いからなってくるんですが、こっちはまだなってません。なのでこれで発酵の方をさせていきたいとですね。でこっから重要なのは、まずこの中には酵母がそんなに増えてきてない状態です。酵母がいっぱいないっていうことは、他の雑菌がわーって増えてしまう可能性があります。いちごについてるね、いちごには雑菌もいっぱいついてますから、だからその雑菌が増えちゃうと腐敗になるのでなるんですけれど、酵母っていうのは基本的に強い、でかくて強いので、酵母を最初に少ない間に他のが増える前に酵母を増やしてあげたいわけです。っていうとどうするのっていうと、酵母が嬉しい環境を整えてあげるということが一番大事です。だから起きないのは、まずそもそもイチゴに酵母がいないっていうことがまずメインです。だから酵母さえいたら、餌は糖なので絶対あるので増えていくので、それをいかにうまく増やしてあげるかっていうところで、酵母が居やすい環境っていうと、まずはpH ですね。pH 考えると、まあ、弱酸性ぐらいがいいですよ。だから、イチゴとか入れると弱酸性になってくるので、それはまず問題ないと思います。だから、アルカリイオン水とかでは作らない。浄水器通した水道水をちゃんとした温度にしてあげる。だから、酵母が嬉しい温度帯。で、嬉しい温度帯もあんまり高すぎると、他の雑菌も嬉しい温度帯になってしまうので、まあ、28度ぐらいですね。カビがあんまりドーンと増えない28度ぐらい。を保ってあげるのがやっぱりいいんです。私たちも寒くなった、いや今日は夏です、明日は冬ですって言うと嫌ですよね。なので酵母も最初数が少ないうちは手厚くしてあげてください。だから最初からもう温度をまず一定にするのがめんどくさい、やれああだこうだ言ってる人は起きないと思います。
レーズンは雑多でもある程度切るんですが、フルーツとかの場合はちゃんとそこら辺のことをしてあげてください。失敗するとなえるのでちゃんとやりましょう。そこはなので私は一定に一番一定にしたいので、もちろん発酵機とかに入れてもいいんですけど、発酵機24時間つけっぱなしなんですか、まず出る質問が必ずそれです。だったらこういう風な発泡スチロールの中にできるだけたくさんの水で、ガラス瓶だと絶対沈むので、それで中に水が入らないくらい28とか、まあ、30度で入れてもいいです。すぐに下がるっていうか、そこにつけて蓋をしておいてあげると一番安定します。そうすると6時間ぐらい別にそんなに気温がすごく下がらない限りは、この中の温度って下がっても本当に 2,3 度で結構保ってくれます。水の量が多ければ多いほど保ちますし、室温と差がなければないほどそんなに下がりはしないので、水をのお湯ですね、ぬるま湯につけてあげてください。でそのぬるま湯もこうやって手で、あいい湯だなは絶対ダメです。40度とかあるのでちゃんと測ってください。でここにこういうね、温度計をこうやってピコって刺して、ちゃんと水温がいくつか。本当は、酵母の管理温度を測った方がいいんですけど、雑菌入っちゃうので、まずここのこのつけてある水の温度をしっかり測って、で、くっついたかった。測って、入れてあげて、ちゃんと起こしていきましょう。なので、24時間後というか、まあ、様子見ながら、また、どうなりましたよっていう報告の方をしていきたいと思います。今の季節28度できっちり保つと1日か2日でもプク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 は始まってきます。で3日目4日目ぐらいでシュワ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 って結構なってきます。で皆さんのところは酵母数とか多分いないと思うので、もう少し少ないと思います。なのでもうちょっと時間かかると思うんですけれど、だいたい3日目ぐらいにプクプクなってこなかったらそれ結構アウトです。なので最初の 1、2日はもう超勝負です。そこでできるかできないか決まりますので、そこだけはきちんと、最初どうしても起きないですっていう人はそこのちゃんと温度と温度っていうところをきっちり一定にしてあげる。熱くしすぎない、寒くしすぎない、一定にするっていうことをまずは意識していきましょう。だからね、やれ振ったとかそういうのではなく、まずそこです。で水もできたらちょっとね、ジャカジャカガーって振ったものを入れてあげた方がいいと思います。なぜかというと酸素がこんだみしてると浮く、要は水に酸素も溶け込みますので、水に酸素を溶け込ましてあげるっていうので、まあ振ってもね、さほどそんなないって言うかもしれないですけど、まあ振らないよりは振った方がちょっとはいいのかなっていうところで、この中に要は酸素をいっぱい入れてあげたいので、気づいたら振りながら起こしてあげるのが一番早くカビずに行きます。だけど振りすぎると今度はシュワシュワしたガスが出ちゃうので、これ出来上がってるのっていうのが分かりにくい、最初の人はっていうところですね。なのでちょっとそこら辺のことを気にしながらいちご酵母起こしていってみましょう。あ、でまず質問で、この中に蜂蜜、あ、今こう開けたんですけど、今ねスタートの状態をちゃんと見ていきましょう。スタートの状態、何もプクプクも言ってません。で、ここに蜂蜜入れるんですかとか、なんかいろいろあるんですけれど、速攻性の餌が欲しい場合は蜂蜜別に入れてもいいんですが、まあ入れずにいきましょうか。だから蜂蜜とかを、だいたい 5% ぐらいの溶液、5から8ぐらいが一番酵母ってこう増えていくんですね、糖度が。なのでこの中の糖度があまり上がりすぎると嫌なんですけれど、ないと餌切れなので、餌切れだけはダメっていうことは発酵種の作り方っていうところできちんと注意点話しています。なので蜂蜜入れてもいいです。ちょいと入れる分には食べやすい、食いつきやすい餌なので入れてもいいです。なんですが、まあ、特にね、イチゴだから入れなくてもいいのかな。まあ、ちょっと行ってみましょう。じゃあまた何時間後かに。はい、ちゃんと寝る前とかに温度がきちんと保たれているのかを確認していきましょう。酵母作りは子育てみたいなもんで、環境を整えてあげるしかできないので、まあ、子供が寝る時にお布団を剥いちゃってたらかけ直してあげるみたいな形で、ちゃんと28度ぐらいがキープできるようにしていきましょう。寝る前はちょっと30度ぐらいに、32度とかまでちょっと温めてから、気温にもよりきりなんですけれど、寝るようにしてあげたら、ちょっと朝
下がってしまっても大丈夫ですので、そんな感じにしてあげてください。はい、今日の朝なんですけれど、水温の方が24度でした。わかりますか？こういうふうにちょっとずつプツ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 、ちょっとしてあってます。ほら、プク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 始まってきました。これもっと低くすぎるとプクプク始まってきません。で、とりあえず丸1日だけは温度気をつけてください。なぜかっていうと、この中に最初にやったのを振ったっていうか水なので、水の中に酸素がまだ溶け込んでいる状態です。なので酸素はあるでしょ。で、糖がこうやってイチゴから出てくるので、糖が出てきてます。で、イチゴなので pH もある程度下がりやすいです。で、何が足りなくなりますかっていうと、温度だけは私たちが管理してあげなきゃならなくなります。温度がないと酵母増えないので、必ず温度をちゃんとする。で、温度も高すぎる温度は嫌なので、他の雑菌が湧きやすくなる温度帯もありますので、とりあえず28度くらいをちゃんと保てるように頑張っていきましょう。今日丸一日、これから24時間が勝負なので、そこきっちりと乗り切りましょう。そうすればだいたい失敗しません。で、だいたい私の肌感からすると、このプツプツできてくるときは酵母がいるので、こっからの丸一日温度を下げなければ増えてきます。なのでちょっと注意していきましょう。はい、今朝の7時ちょっと前です。こんな感じになっています。で、もういちごがこう、もうふやけてすごい状態になっているんですが、もう香りは発泡スチロール開けた時にすごいもういちごの香りがしています。で、朝の段階では、まあ、水温の方はやっぱり25度ぐらいまでは下がってきていたんですが、まあ大丈夫です。で、これパカッと開けるでしょ。開かないし。あ、と、こういう、うわ、と、こういう感じに、なるわけです。もういちごが白くふやけて、大丈夫かこれみたいな感じなんですけど、これですね。こんな感じで、いちごがこっから浮いてくるとカビやすくなってきます。で、これがもうシュワ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 始まって、こう攪拌すると、まだシュワシュワは発泡の方はそんなにしてきてはいないんですが、もうプク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 始まってきている状態になってきます。なので、これからは雑菌が入らないようにというかもあるんですが、ちょっと攪拌をしながら、酵母の方を、増やしていくというか、こう、繁殖させていくっていうことに入っていきます。なので、イチゴがあまりにも潰れちゃうようだったら、取り出すっていう手もあるんですが、まだです。で、ここから、空気を入れてあげるというか、中にある炭酸ガスは出しながら、どん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 培養の方をさせていきたいと思うので、私結構ブクブクこういじってしまうんですが、まあ朝晩2回ぐらいやればいいので、あまり過剰にいじりすぎると今度雑菌とか入るし、シュワシュワがしているのか分かりにくくなってきてしまうので、そこら辺のことをいきましょう。はい、今上から撮るとこんな感じなんですが、これからなんですが、プクプクの状態が見やすくするためには、あまりいじるとその変化の方が分かりません。なぜかというと、中に溶存しているこう炭酸をどんどん出しちゃう状態になるからなので、最初できているのかが分かりにくいっていう時は、振るのは朝と晩の2回とか時間を決めて振るようにしましょう。なので、朝攪拌したので、本来は攪拌はすればするほど雑菌さえ入らなければ酵母の方は増えていくんですが、一気に酵母を増やしたいわけではないので、この次、お家にいる方は、一回、昼に振るなら振る。でも、あまりにもなんか、シーンとしているようだったら、その時は振らずに、夕方に一回振るという感じにしていきましょう。なので、様子を見て、12時ぐらいにもう一回、見ていきたいと思います。ちょっとちっちゃすぎたので、大きい瓶にお引っ越しさせました。で、ちょっとだけ水足しました。で、またブクブクさせていきます。今12時の時点でこんな感じです。こうやって振るとシュワ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 っていうのが出てくるんですけれど、自発的にシュワ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 するという感じではないです。で、こうなってもういちごが今上だとこんな感じになっているんですが、いちごが出ているところってやっぱりこうカビやすくなるんですね。なので、いちごはこう、ある程度こう、
沈めてあげるというか、こうずっと上に浮きっぱなしのところにカビ菌がピッて立ってふわってなってしまうので、もうこうやって一回沈めてあげたりします。でちょっと濁っているので分かりにくいんですが、シュワシュワは私もこうやってプクプクって、こう分かりますか、ここら辺、ここら辺で、はい、ここら辺でちょっとプク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 ってしたのが上から上がってくるんですけれど、シュワ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 って言ってる感じじゃないです。お、やっぱりこうやって上から見ると、横からだとちょっと濁ってるんで分かりにくいんですが、分かりますか、ボコってしたのが。なので、結構いい感じで起きてきてると思います。で、今舐めてみると、もう結構酸っぱくなってるんですね。酸がすごい強く出ちゃっているので、このまま酸っぱい中にいるとちょっとイースト嫌かなっていう味なので、少し水を足して、で、今、舐めると全然甘さがないので、あ、全然餌切れだったので、蜂蜜を足しました。今、だいたいこの量、まあ、こっちのビーカーで言うと 300cc ぐらいに大さじ1杯、大さじ1杯もないか、このスプーンで適当にピロンって測った1杯を入れたら大体5ぐらいだったので、これくらいでブクブクさせていきたいと思います。まあ、届けがないですっていう人は、舐めて、ちょっと甘いくらい。あ、ちなみに糖度なんですけれど、簡単に考えると、正確じゃないんですけれど、100g に、砂糖が1だと大体糖度1って考えていいです。ざっくりですけど。だから300だったら5欲しいんだったら3、5、15。まあ蜂蜜はちょっと違うとかなんかあるかもしれないんですけれど、大体だから肌感覚して300これくらいに大さじ1杯ぐらい入れると、まあちょうどいいのかなぐらいで、いつも適当に入れてるんですが、餌切れだけは絶対にシュワシュワもうしなくなるので、絶対に餌は与えてください。死んじゃいます。さっき測ったらほぼ糖度なかったので。で、これくらい広いとこにあげてあげて、していくとブクブクするんじゃないかなというふうに思います。はい。今こんな感じです。で、上はこんな感じになってます。で、ちょっともう、あまり温度を上げすぎると酸っぱくなってしまうので、ちょっと温度を下げ気味にしていきます。で、少しずつこうやってシュワシュワと、ちょっとなんか逆光なのでうまく出ないんですけど、シュワシュワがこうやって始まってきました。で、もう上のイチゴをちょっと外しちゃうか、悩んでます。もう、ここについてる菌っていうのは、ほぼ出たっていうか、こう、液の方に行っているので、これ浮いてるところから、今度カビやすくなってきますし、これ以上ちょっと酸味も出したくないっていうとこなので、これイチゴの方は、私は取ってしまいます。イチゴを入れておいた方が長持ちするっていう人もいるし、その方が香りもいいっていう方もいらっしゃるんですが、もうちょっと私はこれもなんか味微妙なので、これは取ってしまいます。取る時もギューッと絞って取る人もいれば、そのままスッとすくう場合もあります。で、絞ると結構すごい酸味がちょっと過剰に出てしまうので、私は今回はすくうだけにします。それは味とかいろんな面で自分がどんな種を作りたいかっていうところで決めていきたいと思います。ちょっと発泡が弱いんですけれど、これでやっていくとシュワ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 言ってくるんじゃないかなと思います。今ちょうど2日半ぐらい経ったので、いい感じで起きてくるんじゃないかなというふうに思います。なのでちょっと今回私はイチゴは取ってしまいたいと思います。こうやって空気をボコボコジャグジーじゃないんですけど入れながらこうやってやっていくと酵母は一番早くできます。エアレーションしていくと一番早くできるんですけれど、別にこの中で酵母だけを増やしたいわけではないので、その酸味とかいろんなバランスを見ながら酵母をどういうふうに増やすのかというふうに考えながらで、味を見ながら、あ、結構アルコール出てきましたね。
結構アルコール出てきてるので、少々は言ってないんですけれど、結構これ意外に酵母の量いますね。あの、なのでその味っていうのも一つの指標です。なのでこれからは味とそのシュワシュワっていうかね、この酵母がどういう感じにいるか結構わかりますか。あのシャ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 ってしてないんですけれど、こうやってかき混ぜると、こうピチピチブツブツ随分いってるんです。ってことは結構酵母はいると思います。あのシュワシュワ発泡がすごいものから、こんな感じになんかあんまりシュワ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 はしてないんですけれど、なんか実は発酵力強いものとかもあったりするので、でこれ温めすぎるとちょっとあの酸の方が強くなってきてしまうので、私はもうこれからあの酵母これくらいいれば大丈夫なので、常温に出してちょっと時間を長く引っ張りながら作っていきたいと思います。まあ、そもそもが28度とかでガンガン温めながら作るパンにこの酵母使用しようと、あの使おうとは思っていないので、ちょっと低めの温度帯で長い時間あのかけながら作っていってあげたいと思います。はい、今こんな感じになってきました。私は昨日の段階でイチゴの方は外してしまったんですけれど、上を見るとこうやってプク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 がこんな感じで始まりました。もうこんな感じで始まってると、シュワ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 としだすのは、時間の問題かと思います。その時に気をつけなきゃならないのが、酵母が増えてきた時に餌切れが起こらないこと。あと、温度が低くなると、酵母は増えなくて、アルコール発酵をしだしてしまいます。で、アルコール発酵は、ある程度酵母菌数が増えてから、してもらわないと、酵母の数が増えなくて、アルコールだけがこう蓄積量なのでどんどん増えてってしまうと、あの酵母また増えなくなってしまうので、そこのところはあの気をつけなければなりません。なので、あの酵母が増える3要素っていうかは、温度と糖とあと酸素なので、それをあの切らさないようにするっていうことが重要です。でもイチゴを取ってしまうと、基本的にかき混ぜてる分にはカビっていう恐れはもうほぼ私の中ではありません。で、あのガシ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 ってこう振るタイプで振れるといいんですけども、本当はこれくらいになっちゃうとペットボトルに移すとすごくガシ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 ャ、炭酸の入っているペットボトルですね、あれに移し替えちゃうとすごく楽ちんなんですけれども、このままガラス瓶でいくとすると、今こんな感じでプクプクっていってるので一回かき混ぜます。中に入っている二酸化炭素をこうやって一回攪拌してシュワシュワっと出してあげるといいです。で、もしもここの段階でもう3日何日経っていうのは、もうプツプツともう何とも言ってこない場合は、もうそのイチゴにはあんまり菌がいなかったので、うまく培養できなかった可能性の方が高くなってしまいます。その場合、待っても待っても、多分、もう超えると、腐敗のカビとか、あの、酵母が増えてこないということは、他の菌が中で培養を進んでしまっている可能性があるので、もしも手持ちで、なんか自分の家にあるレーズン棚でも何でもいいんですが、あったらそれを大さじ1杯ぐらいちょっとお引っ越しの方させてください。じゃないと多分その種腐ってしまいますので、もうせっかくのイチゴがダメになってしまうので、レーズンで培養した、酵母をイチゴの、味の中で増やすっていう形にはなってしまうんですが、そもそも、そのまま腐敗させてしまうよりはいいと思いますので、そうしてください。で、もしも手持ちの自家製酵母が何にもないっていう方は、まあ、ひとつまみの金サフあったら金サフでいいので、ちょっとパラってしてあげて、ちょっと救済の方をしてあげてください。本来の意味での自家製酵母、いちごの、についていた菌を増やすっていう目的とは違ってしまうんですが、いちごの香りのする、自分でブクブク培養イーストをイチゴの中で培養させた種っていうものがちょっとなんちゃってなんでできるんですが、そのまま腐敗させちゃうよりはいいと思いますので、そういう救済法をしてあげてください。そのままの3日間ぐらいしても何にも言わなかった種はだいたいそのまま腐敗に行きますので、それか危ない種になってしまいますので、ちょっとそこでもうこれがリミットだと思いますので、救済の方させてあげてみてください。
私はここまで行くとちょっと温めるのがめんどくさくなるので、このまま常温でちょっと温かめのところに置いて増やしていきたいと思います。水温20度切っちゃうとちょっと嫌なので、20度までは今の季節だと切らないので、もうこのように温かいところに置いて増やしていきたいと思います。でも皆さんは一応温めてあげてください。その方が失敗少ないです。はい、おはようございます。はい、こんな感じですね。今シュワシュワっと見えますか？ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、朝の段階で激しく降ると絶対ダメなので、まあこう檻も随分と溜まってきたので、あ、でも大丈夫かな。こうやってガーってやると、今こうでシュワーっとしている状態、ちょっと危ない、吹き出るほどではないんですが、もう下からシュワ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 ってすごくもう溜まってきている状態になって、昨日の方がシュワシュワの方が激しかったです。で、あ、随分ともうお酒っぽくなっていて、このお酒とかその香りとかのバランスですね、それによっても決めているんですが、この中はもうだいぶ酵母の方はいると思いますので、どうするかっていうと、まあ、いきなりこれでエイヤーでパン作っちゃうことは危険なので、こうやってね、まあ、適当に1:1、粉と23だから46 こうやってガーって1対1になるように入れます。でこれをまあこね上げ温度28度くらい目指してやってください。まあ多少こぼれちゃっても何でもいいです。こうやってくる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 っとやります。こうやってビーカーみたいな中でこうやって巻いてあげます。でちょっと周りをきれいにして平らにならすじゃないですか。平らにならしてね、今ここなんですけれど、ここの下の段階なんですけれど、これがマステの上に来るまでだいたい1対1、まあちょっとこう広いからっていうのはあるんですけど、1対1になるのにだいたい2時間ぐらいで1対1になったら、もうこれだいたい3割ぐらいストレートの場合は入れていくので、そうすると、ね、まあ6、7時間で倍ぐらいになるような酵母数はいるということなんですが、まずそもそもがこの味どれくらいなんですかって、その3割っていうか、こうだいたい6、7時間ぐらいで倍ぐらいに上がらないとパンができる酵母の力はないんですね。でその液種っていうんですけど、この液種をストレートで使ってパンにしようってすると発酵力はやっぱり安定しないし少ないです。なのでこれから粉に継いでいくっていうやり方をやるんですが、まあ、その前にそもそもこれに必要数のある程度の酵母っているんですかっていうところをチェックするのに、こうやって粉に混ぜて緩い1対1ですね、酵母対粉を1対1で混ぜた時にだいたい2時間ぐらいで28度ぐらいの時に置いて2倍になれば十分パンにできる小型パンにできますよって。でもそれだと安定しないんですね。今日は膨らんだけど明日は膨らまないかもしれないとか起きてきちゃうので、生徒が1次発酵はある程度良かったけどガス抜きして結構きつく巻いちゃったら仕上げ発酵待っても上がってきませんでしたとか、そういうちょっと難しいことが起きてきますので、まあ、まずこの酵母をそのままで使えるのかっていうある程度の目安、出来上がったのかの目安っていうところを、まあ、こういうのでチェックする方法もあるのでちょっとお見せします。ちなみにもうすごくもうシュワシュワも落ち着いて、もすごいイチゴのいい香りとアルコールの香りでこう落ち着いたんですけれど、そのままじゃあ常温に置いといたらどうなるのって、どん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 お砂糖を入れて酵母がどんどん増えるのかって言われると、満員電車になっちゃうともう酵母の活性一気に落ちてしまうので、もう冷蔵庫に入れて止めてあげるしかないですので、まあ冷蔵庫に入れて止めてあげましょう。
あと注意点として冷蔵庫に入れる時も蓋してないです。シュワ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 してるので、例えばこうやってね空気を満帆に抜いて、これじゃないですか、こうやって拭くとね、さっき振っちゃったからダメだな、こうやって拭くともう中からどん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 出て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 、もうちょっとでこれパコンとなります。ほら、わかりますか、もうこうやってこの中のガスって相当溶存してるんです。だからガラス瓶とかであんだけへこましたのすぐに満杯になるので、必ず蓋は開けといてください。密閉は危ないです。はい、こうやって振っていいんですかって言われたら、もう攪拌した方が酵母の方は増えるんですけども、これ以上そんなに攪拌することはないので、これからは一定の温度でできるだけ低い温度帯の方で持っていってあげたいと思います。はい、今1時間経った状態でもうこんなに膨らんできました。いつもはくるくるってやったら適当に外にほっぽって適当に2倍になるのどれくらいかなとか気泡の入り具合っていうところで見るんですが、皆さんは最初わからないと思いますので、28度にこね上げて28度のところで置いた時に2時間以内で倍っていうのを一つの目標っていうか一つのこう目安とするとわかりやすいかなっていうことです。2時間経たないくらいですね。今1時間40分ぐらいなんですけれども、もう倍に来たし、こんな感じでちゃんと発酵してるし、もう何しろいちごの香りがすごいです。で、質問で私の酵母なんであんなちょっと黄色っぽいんですかって言われたんですけど、一回ちょっとモルトを入れたので色になってるだけです。どうしてもいちごって綺麗なピンク色でも焼いて高温で焼いてしまうと退色してしまうので、色はそんなにいちごのピンクが綺麗だからってつけたかったら、本5年の時にいちごを練り込んでこねても多分いちごはパウダーでも色つきにくいのでつかないと思います。なのでもうこれは私の酵母はそのままストレートで作っても小型パンとかであれば問題なくパンになるレベルのイースト数はいると思います。まあこの生地を舐めたんですが、まあ、めっちゃ甘いですっていうのも、糖度がだって 5% 近くある酵母なので、5g 5% よりは少ないですかね、 3% ぐらいの糖を入れてることになってしまうので、まあすごく甘い生地ですね。はい、で今この重要なのはこの種の味なんですね。この種の味がどんな味か、もうそもそも酸っぱかったらそんなに発酵もして発泡が早く進むとは思わないんですけど、今舐めるととっても甘いです。というのも私の酵母ですね、糖切れを起こさないようにお砂糖の方を足して、今は糖度の方が 3% あります。だから 3% の1対1でやってるので、要は 3% のお砂糖を入れたパンと一緒ぐらいの甘さはあるということなので、十分に甘いです。でもこれを酵母でストレートで入れる場合は3割になりますので、 1% ぐらいのだいたい砂糖が入るっていうところで来ると思うんですが、まあとりあえずこれを元種にしていきましょう。元種を作っていきます。E65 が30の全粒粉が20で、さっき作ったこれですね、これももったいないので入れてしまいます。これ作っていない場合はもう構いません。その場合は少しこっちが入る方がこれ分の水分が多いので少し緩くなる感じはあるんですけれど、まあそんなに気にしなくて大丈夫です。そしたら酵母が10でしょ、で水が30だから3421だから10だから20な、合わせて30ぐらい。はい、で混ぜます。
ちょっと。まあ、均一になればいいですよ。均一に。よいしょ。うわ、すごいいちごの匂いがしますね。よいしょ。はい、じゃあこんな感じでこねれたので、よいしょ、はい、これとりあえず混ざったら OK です。あんまこんな少量でやったことがないんですが、まあとりあえず本当だね、で入れて、でここに後で印つけておくんですが、ここが2倍になったら冷蔵庫にしまっていきます。はい、でこれが倍になるところまで、で私は乾燥するの嫌なので落としラップをしてしまいます。でこれが倍になるスピードなんですけれど、さっきはくるくるってやって勢いのいいものをこの中に入れてこねたので、28度とかにあると下手すると2時間かからずに倍になってしまうと思います。そうするとね、ちょっと早すぎるんですけれど、最初は温度ってしっかりしないと浮く浮かないって分かりにくいので、最初慣れるまではやっぱり26度から28度の間っていうのは失敗しにくい温度帯だし、味もそんなにアルコールバンバンするっていう形でもなくなりますし、ある程度温度をきちんと上げてあげた方がちょっと華やかな香りはするようになります。アルコールの香りはすごく分かりやすくしてくると思うので、今日はとりあえず皆さんに教えなきゃなんないっていうのもありますので、28度で持っていきたいと思います。まあ、私はいつもは低い温度帯で発酵させることが多いので、そのまま常温にポンって置いてしまうんですけれど、ちょっとそれはしないで今日はいきます。だからその持っていく温度帯とか自分が作りたいな種によって温度とかいろいろコントロールすると面白くなってくるんですが、まずは元気な種を作るっていうところが基本でいくと、イーストが活動しやすい温度帯に持っていきましょうっていうところですね。皆さんの工房を見ていると大抵が酵母数少ないカチカチのパンを作ってる方が多いので、ちゃんとそこら辺ですね、元気な元種を作るっていう温度帯っていうので28度のところで持っていきたいと思います。すいません、他の仕事をしている間に思いっきりこう2倍以上になってしまっていたんですが、潰れてはいないので冷蔵庫の方にして明日またついでいきたいと思います。これすぐ継がないんですかって言われるんですけれど、この中で酵母だけ増やしたいわけではないので、他の美味しさの方は時間とともに蓄積されていくので、これで1回冷蔵庫の方に冷やして落ち着かせていきます。昨日のこの元種なんですが、まあ、ちょっと勢いよく膨らんじゃったので潰れてるんですが、別に全然構いません。あ、すごいいちごの、すごいいちごの香りがします。でちょっと柔らかいんですが、柔らかめの方が菌は動きやすいので、まあ、これくらいの硬さで、あと私はこんごねの時にあまりこっちの種が硬すぎるとこねるのが大変なので、ある程度の硬さにはしてしまうんですが、で本ごでの方をしていきたいと思います。でまずは2種類作っていきます。で種なんですが、こっちはちょっと白っぽい種で作っていきたいと思います。でこれでしょ、こうやって混ぜます。でこの種を何パーセント入れるんですかって言われるんですけれど、基本的には 30% を入れる、粉の耐粉で 30% 分を入れるということを私は基本的に考えています。どれくらい入れてもいいんですが、それくらいが一番やっていてバランスがいいかなと思います。あまりに少なすぎると今度は発酵に時間がかかって、その最初の種の特性というかを引き継げないし、で、今度多すぎると、後から加える粉の
味っていうか、その熟成する時間が短かったり、あとどんどん酸が強くなりすぎてしまったりするので、こんな感じでついでいきます。ですっごい少量でついでいます。でこっちの白い方の種はすごいイチゴの香りをずっとつけたいということが目的であるので、あのイチゴの元種のエキスの方も少しプラスします。そうするとあの香りがいい種ができてくると思います。で余るからこれ全部入れていいですかっていう方もいるんですが、最初は入れない方が、入れなくてやっていきましょう。最初からあのイレギュラーなことをやるとうまいことを作れなくなります。どうしても種がどんどん増えていってしまうので、あのこれを全部ついでいいですかって言われることがあるんですが、あのちょっとそこの原理説明するとすごい長くなるので今回説明はしないんですが、あの全部は入れない方がいいと思います。いいです。だけどあの実際問題入れちゃったりする時もあります。で今日のこの種の場合はいくら入れても大丈夫です。酸味も何も乗ってきてないので発酵スピードが上がっていくというだけになります。で、まあ、とりあえずこっちこねました。こっちは種のエキスの方は入れずにこの元種を入れて、どん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 この前の日の種を取ってっていうやり方にしていきます。するとどうなるのかというと、最初はいちご酵母で、あの香りがいちごの種でね、香りが良くなるんですが、そのうち粉と水とこの前の日の種っていうのを繰り返していくと、どういうことが起こるかというと、最初のいちごの香りなんかもうどこ行っちゃったのみたいな形にはなっていきます。だけどそれで酸味を出すような少し酸の強い種を作ろうとした時にルヴァンっぽくなってきます。ルヴァンは本当は国粉から起こした種なので、こういうふうに酵母からは起こさないっていうのがあの言われてることなんですが、まあ実際はあの最初は果実酵母をこんな感じにしたのをどん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 継いでいく方が多いと思います。なぜかというと国粉で種を起こすのは非常に大変っていうか、こうカビやすかったり難しいんですね。あの菌もいっぱいいるんですけれど雑菌もいっぱいついているので、そこをうまくコントロールしながら起こす前にやはりみんなカビが生えただのいろんなことが起きてくるので、まあ、そこまでしなくてもいいのかなと思うので、まあ、元種をどん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 ルヴァンっぽくしていくっていうやり方はあるんじゃないかなと思います。でこっちは茶色い粉でついでいきます。石臼の全粒粉でついでいきます。でこんな感じ で発酵の方をさせていきます。だいたい2倍になったら OK かなっていうとこです。あとで分量の方は書いておきます。先ほどからこうやれ乳酸菌主体の種とかなんかいろいろ言ってるんですが、この酸味をコントロールするときにこれはルヴァンリキッドっていうものです。これはすごい柔らかい種です。でヨーグルトのような酸味が特徴の種になります。で私はこれが好きなので乳酸菌をつけたい、乳酸の格好の香りをつけたいという場合はルヴァンリキッドをすごく多用します。なので酸味はこれでコントロールする。でももっと強い酸味だったり発酵力が欲しいっていうときはこっちのルヴァンの種、あ、すごいです。酸味があります。で、ルヴァンの種を、あの、酸味を減らしたい場合は、酸味を減らすようなやり方にして、発酵力を強くして入れるとか、いろんな種のやり方をしていきます。ちなみにこれはスコーンを作るので、このまま、ちょっと長いこと放置して、発酵力というよりは、酸味と旨味がいっぱいつくといいなっていう風な種にして、お菓子、焼き菓子の方に入れていきたいと思います。だからこういう風な、発酵の発酵力が強い種と酸味、これは発酵力が弱いです。で乳酸菌がいっぱいの種ですとか、これはある程度バランス取れてる種とか、そんな感じのを併用しながらパンの方を作っていっています。なので、まあ、そういう種もあるんだなとかは製法の時にいろいろ説明の方を私はしています。でこれが昨日のその種ちょっと振っちゃったんですけど、この周りとかにあの なんとなく白く濁ってね、むわーっていうちょっと
こっちの下の方はイーストっぽいですね。ちょっと最初の方は明らかにリンゴカスだまりだったんですけど、今はちょっとなんかカスもあるけど酵母が溜まってきた、いわゆるこう乳白色のイーストっぽいやつですねがいます。で1回ぐらいこうやって中にある炭酸ガス、嫌な炭酸ガスを抜いてあげるっていうことは冷蔵庫の中でしていいです。でそうしておくと常に超冬眠みたいな入り方で準備体操をしているっていう状態になるので、ある程度使った時に発酵力っていうのがスピードが出てきます。だけどそれを毎日毎日やるとこう起きてってやられてるので早死にしちゃいます。だからすごい長く持たせたかったら冷蔵庫の奥の方に入れといた方がいいです。で気がついた時にこう振ってガスを出してあげるっていう風にすればいいんですが、そうやっちゃうと今度は発酵がスムーズに進むかっていうとちょっと大丈夫かなっていうところになりますので、まあ、これどん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 アルコール度数と酸度っていうの、あ、酸の量は増えていってしまいますので、まあ、ある程度したらお酒にならないうちに使い切ってあげた方がいいと思います。なのでこっちの元種を使うときはこっちの香りを消したくないので、ちょっとずつちょっとずつ入れていくと、この出来上がった種は超イチゴになります。でイチゴの種でこうパンにそもそものイチゴの香りをつけたいっていった場合は液種を併用するといいです。これ1本であげようとかそういう横着しないで必ずこっちの種と併用で使う。で焼けたパンの味がどれくらいの種がいちごの香りが欲しいのとか、どんな味にしたいかっていうので、どれくらいの酵母数がいるんだろうとかいうことで、どれくらい入れるのっていうのをレシピで決めていくようにしています。でそれがわからない場合はある程度のセオリーってあるんです。だからこの 30% 入れましょうみたいなものはありますので、最初はそういうのに乗ってやる。で自分がだんだん分かってきたら自分なりのレシピにするっていう形にしていきましょう。だからとりあえずこれは2倍ぐらいになるまでもう温めるのめんどくさいんで私もう常温にしてしまうんですけれど、慣れない方は発酵機の中に入れてちゃんと温めてあげてください。でこれなんですけど、こっちのもの温度帯が高くなりすぎると酸が強くガーンって出てきますので、そこら辺のことは注意していきましょう。もうねなんかね混ぜてすぐだけどちょっとふっくらしてきてるんです。なので発酵力強いので、まあできるまでこうさせていきます。ちなみにこの種ですが、今日なんかパン焼くっていうのがあったら入れちゃって平気ですよ。全然これはこれで種として十分使えます。だけどこれ1本でこれだけでパンを膨らまそうと思うとちょっとまだ安定しないので、ちょっとイーストを一つまみでも入れてあげるとパンになると思います。ちょうど、まあ、倍というかちょっと分かりにくいもので作ってしまったんですが、3時間半、4時間ぐらいでこんな感じになりました。最初の1時間ぐらいは全然うんともすんとも言わない感じだったんですけれど、始まったらブク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 っと早く育ってきたように感じます。冷蔵庫に入れてまた明日ついでいきましょう。はい、こんな感じで冷蔵庫で一晩休ませました。休ませなきゃダメなんですかって言われると、休ませる間に徐々に冷蔵庫の中で温度が低くなっていくので、いろいろな菌が働く可能性があるっていうところと、あとアルコールとか酸っていうのは蓄積量なので、ある程度の時間が溜まってくるのに必要ということで、美味しさという面を考えてちょっと冷蔵庫の方で、あと酵母もずっとテンション高いままだと疲れちゃうので、一旦どう休んでねみたいな形を冷蔵庫の中で取るイメージです。なのでこれを全部継ぐともすんごい種の量になってしまうので、まあ、また 30% 入れるというやり方でやっていきたいと思います。でも、この種の場合は、まあ、全然パン作れるというか、パンの中に、パートフェルメンテみたいな風味剤として入れてしまう分にはとてもいいと思いますので、入れてしまってください。で、こっち、どんどん、全粒粉の方でついていくものは、確実にこっちよりもイチゴの香りが減り、酸が強くなりだしています。酸が強いというよりは、発酵ですね。やっぱり菌がいっぱい、この粉すごい全粒粉の石臼挽き使ってるんですけれど、これすごい菌いっぱいいるので、どんどん元気になってくるので、こっちの方がちょっと緩くペローンという形になってくるんですが、こっちはこれくらいの緩さで、もう少し硬くしてもいいんですけれど、
これくらいの緩さでいった方が本骨の時やりやすいので、私はだいたい加水70くらいで作っていくことが多いです。だからその硬さとかも目的によってどれくらい硬くするとか、すごく話難しいことになってくるんですが、そういうことも全体的に考えられるようになると面白いのかなと思います。はい、じゃあ続いていきます。でこれなんですけれど、よくこねるのこねないのぐるぐる混ぜるだけとかいろいろ考え方はあるので、混ざったらおしまいです、粉気が残っている方がいいですとか、まあいろいろな考え方があるんですが、私はある程度こねますというか、まあ、こねるまではいかないんですけど、均一になるくらいはやっぱり混ぜていきます。混ぜない方がいいっていう方は、その後の食感とか、その方が雑菌が入んないとか、いろいろな考えがあって行っていることなので、まあ自分がやりやすい、それとかそんなにこねる必要性を感じないと思えばこねなければいいし、ということになってます。で塩を入れるの入れないのっていう話なんですが、この中で何をしたいのって言ったら、やっぱりいろんな菌を育てていきたいので、私は塩を入れないんですが、酵母の発酵促進ということで考えると、0.2% までの塩っていうのは発酵促進につながるというふうに言われています。で塩っていうのは特に酸の抑生成抑制するので、乳酸菌の活動をちょっと抑制するので、酸っぱくなりすぎたくない方は塩を入れます。だからサワーダネとかもザルツサワーっていって塩を入れる方とか結構最近は増えてきているそうです。なのでそういうのも自分がどういう種を作りたいのかっていうところで、でこれはいちご酵母をまた足してこねているので、すごく香りはいいです。でちょっとベタつき気味でも構いませんので、これでちょっと柔らかめの種ですね、硬くしすぎないようにしています。でこっちは少し逆にちょいと硬めです。あ、硬めじゃないか、硬くないかまあ硬くないと思ったら、この種がどれくらい緩んでるかにもよって違うんです。で使う粉によっても違うので、どれくらいですかって言われたら自分で水足して適当にやっちゃってください。でこね上げ温度なんですが、こね上げ温度はすごく重要です。酸の生成にとても変わってくるので、最初慣れないうちは、私は26度、酸っぱすぎずいい感じなので26度っていうところでいきます。どっちかっていうと私低い温度で持ってっちゃうことが多いので、華やかな香りとかちょっと香りかけたりすることがあると言われるんですが、酸っぱくなりすぎると子どもたちは食べないので、あんまり高い温度帯で持ってかないようにはしています。それも好みです。だから自分がどんな種を作りたいので、冷たくて硬いとやっぱり酢酸出やすくなりますので、そこら辺のバランスもきちんとそこら辺は教えていきたいなというふうに思っています。私自身もいろいろやりながら、あ、今日こういう種だったなとか、そんなのを考えながら作っているので、それが正解かどうかとかはわからないで、だいたいこの顕微鏡とかで何の菌がどんだけいるとかを私たちは測ることができないので、まあ、こうなったらうちではこうなったみたいな、そういうのの積み重ねなので、まあ、そういうロジックみたいな、一応セオリーみたいなのを知らないとできないので、そういうところのきちんと学びとかを教えたいと思います。で以前は単発やってたんですけれど、これ単発じゃ全然話しきれる内容じゃやっぱりないので、まあ、じっくりとねコースで通っていただける方に、こういう自家製酵母のルバンとかについても、ルバンって一体何なのとか、そういうところも私も学び直すのでやっていけたらいいなというふうに思っています。だからこっちは少し固め、こっちは触っちゃうんですけど柔らかめとか、自分で種ってどういうふうになったらどう違うのかな、温度変えたらどうなのかなっていうのは楽しみながら作ってみるといいです。で温度っていうのは家庭で作る場合にはどんどん変わっていってしまいます。外気温に、こんなちょっとで作るともう外気温にさらされまくるので、そこら辺でもブレると思います。で安定した種とかきちんと作りたい場合はもっと量があった方がいいんですが、そんなこと言ったら種ばっかりになってしまうよっていうので、じゃあ2日に1遍でいいですかっていう話になってきますが、2日に1遍でも慣れてきたら全然大丈夫なんですが、最初は2日に1遍が3日に1遍ってなると、全然酸ばっかり強くなってしまう種ができたり、味が全然薄かったりとか、そういうのにブレてくるので、慣れるまでは私は自分がやった経験からち
ちゃんと作った方がいいです。でそれでできるようになったら自分で家庭ってこうだよねって、あの消毒も別にしなくていいよねみたいな感じになってくるんですけれど、慣れない間やっぱりきちんとしたいわゆるあのセオリーみたいなものはやっぱりあって、それって長年培われたその確率いいって言われている確率でもあるので、まずはそのやり方をきちんとやってみて、その上でイレギュラーするようにしましょう。大体が質問で多いのは、え、これしちゃダメですかって、こうチェンジする変換することばっかりをあの質問されて、もちろんそれには答えられるんですが、まずはきっちりやる、その後で変換するっていうことをちょっとあの念頭に置いてみてください。もちろん家庭でやるっていうことだとね、変換したいっていう気持ち もすごくわかるんですけれど、最初変換から入るとうまくいかないです。私が経験してそうだったので、ちゃんとしっかりした種を作って、しっかりした種ってこうだよね、じゃあ崩していったらどうなるの、崩しても平気なのかダメなのかっていうところで、あの学んでいけたらいいのかなというふうに思うので、まずはじゃあきっちりとセオリーで、こっちは酵母を炊き続ける、香りの豊かで発酵力が強くて、で香りがする、で酸味が少ない種で、こっちはちょっと酸味をつけていきたい種っていうところで持っていっています。なのでこれ2倍ぐらいに膨らんだら、あのまた冷蔵庫にしまうということをするので、同じ作業なので、今日はこれからはあのビデオ撮りはしません。また翌日の次っていうか、もう翌日はパン作るようにしますので、そこに持ってきましょう。はい、種ですが3回継ぐとこんなに元気になります。もちろんちょっと量の方が多くなっているので、あの膨らみが大きくなったというわけではないんですが、この発根の感じとか、やっぱり2回目までは活水もあるんですけど、ちょっと元気がないので、出来上がって少し経つとこうペトーンとなってきてしまうんですが、こういうふうなプリプリプリっとした食感、あの感覚ですね。で弾力もあって、もう気泡の入りが全然違ってきます。これくらいになると食パンにしてもいいです。で食パンにするときどれくらい量を入れますかっていうんですが、この種ですね、で最初今こうやって開けてしまったんですが、こう密閉っていうか、こういうふうにしている場合はこうやって匂い嗅ぐんです。そうすると種の香り、こうやるともうポホーって抜けちゃうので、どういう香りかって知りたい場合はこうやって嗅ぎます。なんか変態みたいなんですけど、嗅ぐとあの香りがすごく分かりやすいです。でもっと嗅ぎたいときはここをこうやって、こうするとすごくあのどういう香りだったのか、もう香りと味とこの弾力とかそういうので判断するしかないので、で、あ、結構酸の方が出てきてしまっているので、そんなに量は入れなくていきたいと思います。なので 30% ですね、 50% 入れるとちょっと酸味が嫌かなと思うので 30% ここから入れていきたいと思います。まあ、それがどれくらいの膨らみでいったかとか、このバランスとかで決めていくんですが、食パンで焼きたいと思うので、固物あんまり酸っぱい種いっぱい入れてしまうとあの揮発しないので酸強くなってしまいます。でも大丈夫、多分大丈夫だと思いますので、これで 30% 入れて本ごねの方していきたいと思います。で一方こっちが茶色い種です。茶色い種も随分とこのすごくあの香りとかが強くなってきました。で出来上がりもやっぱりもちろん早いです。でもそんなに酸臭とかがするかというと酸の香りはしないんですが、もう種の元気度がやっぱり違います。なんで違うんですか、なんかやってると元気のいい種でパンを作った時のその種の状態とをもう覚えていくしかないです。でいい感じですね。この芽の入りとかがこうこのこね上がったそのこね上げた食感触に対してどういう風に出来上がったのか、だからさ、もともと緩かったら緩くなっちゃうのとかで分からなくなってしまうので、最初はある程度一定の種硬さとかに合わせるようにこね上げた方がいいと思います。それは何パーセントの水分ですかじゃなくて、あのちゃんとそのこね上げた時の硬さっていうのをちょっと重要視するようにしています。やっぱり元の種が柔らかい場合はその機械的な水の入れる量とかだとどんどん緩くなってしてしまうとかいうのもありますし、そこら辺は感覚でやっぱりやっていることの方が多いと思います。まあ、感覚って言ってもそんなに5、10とか変わるわけではないので、で、あのこうやってうちは意外にこっちの方が実はこっちより酸が少ないです。なぜかっていうとあの液種ですね、毎回液を足しているんですが、その液が結構酸っぱいですね。なのでちょっといちご種酸っぱい
いかな。こっちの方がいい感じでコクがあって美味しいっていう形に種だけ食べた場合はなってます。うん、ちょっとイメージと作ろうと思っていたパンとちょっとずれてくるんですが、まあこっちもこっちでいちごの香りのする食パン。だからちょっと酸が強いなっていう時は気持ちお砂糖とか蜂蜜とか多めに入れるかもしれないです。まあこんなで、だからこういう種でどれくらいで、だからここでこっちでパンを作ろうと食パンを作りますって思った時に6時間ぐらいで作らなかったらひょっとしたら酸っぱいパンができちゃうかなとか考えるわけです。だからどれくらいで膨らんできてくれるかなって、この種によってその作るパンを変えるか、それともこのパンが作りたいからそのための種を作るか、でどっちかで考えた方が分かりやすいです。で私はパンをもう決めてしまったので食パンで今日はこのまま強引に作ってしまうんですが、一回作ってそれがあまりにも酸っぱいなと思ったら次回6時間ぐらいで作り上げないと、6時間1次発酵ね、そこからあの仕上げ発酵がまた2時間ぐらいかかってしまいます。そこの間でどんどん酸が増えてしまいそうだなと思ったらもう少し時間を短くして作り上げるしかないので、この入れる量を少なくするか、少なくするとまた結局は発酵時間長くなっちゃうっていうんだったら少しイーストを足してあげるか他の種を足してあげるかっていうふうにして、どれくらいでどれくらいの酸とか味になるかなっていうのを計算してイメージして作っていくと自家製酵母も失敗が少なくなります。それかこの種ありきで種で出来上がったパンでいいって言ったらそれでこねて、まあ今日は膨らみが弱かって酸っぱいパンができましたでもいいです。だからどっちを合わせるかです。作り上げをこういうイメージにしたいっていうふうにして種がありますで作るのか、だからそこに行くために足りない分はイーストとかを足してあげるって考えなのか、それとももう種はこれです、だからそれでこねで食パンを作ります、だからここに行かなくてもこういうパンができちゃってもどういうパンができちゃってもそれで行くってやるか、どっちかです。なので自分がどういう考えで種を作るかっていうのを決めないと、家庭の場合は毎日毎日作るわけじゃないのですごくブレブレになるので、あ今日は膨らまなかったなってなっちゃうのか、それとも膨らまなくてパンを作るのは嫌だから少し助っ人を足してあげようかなって思うのか、どっちかです。私は最近助っ人をまあそんなに抵抗なく借りるかなってやって失敗がないようにやっぱり作ってます。膨らまないで酸っぱいパンを家族に出しても絶対に嫌がられるだけなので、もう種があんまりうまくいってないなとか自分のイメージ違うなと思ったらまあ迷わず助っ人を足すようにしています。助っ人を足すから悪いっていうわけじゃないんですが、やっぱりコンベクションオーブンの場合は釜の力でドガーンって上げてあげることが難しいのでそうしています。だからこっちの実は酸のあるパンを今香りがいいから食パンにしようと思っていたんですが、食パンにするとちょっと酸っぱそうだなと思った場合、意外に元気だけど酸がちょっと強いなって分割時にちょっと味見して酸強いな、そのまま型に入れて仕上げ発酵したら酸っぱくなりそうだなと思ったら丸パンにして焼きます。そうすると仕上げ発酵の時間が短くて済むので、あと飛ぶこもらないで揮発していくので酸っぱさが、なので丸パンにしたりします。なのでそういうふうに臨機応変にいきましょう。大丈夫かな。とりあえず食パンでいきます。